兄にギンギンになるエナジードリンクを送った義妹の意図とは。浅村くん、靴は靴棚にちゃんとしまおうって言ったよね。ごめん、つい癖でうっかり。すぐ片付けるよ。それと今日のゴミ出し当番、浅村くんだったと思うけど、出した？ごめん、完全に失念してました。あと洗濯物、取り込んだらすぐ畳んで、シワになっちゃうし。それから、はあ、義理の妹との生活楽しいけど疲れることも多いな。コンビニで立ち読みでもして気分転換してこよう。あれ、綾瀬さんだ。何を買うんだろう。なんか周りを気にしてる。声かけづらいな。物陰に隠れとこ。すみません、これください。袋いらないです。エナジードリンク。パッとしない陰キャ男子の兄と、見た目はギャルのドライな妹、正反対の二人が兄弟になったらどうなるのか。義妹生活。エナジードリンク、しかも店で一番高いやつだ。毎日遅くまで勉強してるのは知ってたけど、あんなの飲んでたのか。急に他人と住み始めたからストレス溜まってるんだろうな。きっと俺なんかよりずっと綾瀬さんの方が疲れてたんだ。ごちそうさま。洗い物を私がやっちゃうね。あ、いいよ、今日は俺がやっとくよ。そう？ならお風呂洗ってこようかな。それも俺がやるよ。綾瀬さんは休んでて。じゃあお言葉に甘えて。綾瀬さんの負担が減るよう頑張らないと。大丈夫？なんかすごい勢いでいろいろやってたけど。平気平気。あ、それより他にやることない？もう何もないかな。そっか、じゃあ俺部屋に行って休んでくるね。ちょっと待って。はい、これあげる。これエナジードリンク？え、俺に？うん。浅村くん、最近なんだか調子が悪かったよね。うっかりミスが多かったっていうか、だからもしかして疲れてるのかなって思って。このエナジードリンク俺のために買ってたのか。勝手なことしてむしろ迷惑だった？まさか。でも綾瀬さんこそ勉強とかで疲れてるんじゃ。私より浅村くんの方が大変でしょ。急に私と住むことになって、その気苦労とかあるだろうし、今も私に気を使っていろいろやってくれたりとか。だからその疲れが少しでも取れるといいなって。そっか、綾瀬さんも俺と同じこと考えてたんだ。それでいる？いらないならいいけど。ありがたく頂戴します。ありがとう綾瀬さん。うん、どういたしまして。それじゃあグイッと言って。義理の妹に気を使ってもらえるなんて、なんだか心もほかほか温まって。で、にが、はあ、体もすごく熱くなってきて、ほかほかどころじゃないぞ。あ、綾瀬さん、これ何入ってるの？確かすっぽんとマムシの生き血に、あと亜鉛、セレン、マンガン、アルギニンだったかな。1本で24時間戦えますだって。どう？戦えそう？戦えるって言うか、これ強烈すぎ。あれ、ダウンしちゃった。元気になると思ってたのに。でも休めるならちょうどよかったかも。心も体もちゃんといたわってね。見てくれてありがとう。チャンネル登録、
ツイッターのフォローをよろしくね。目がギンギンになって眠れねえ。